お主、フクロウの。何があった？賊ども、巫女様を急ぐの。今は何を。おかしな。教えてくれ。流線詣での流線三年間、どういうこ。武士殿は何も覚えてはおらぬ。これは過去というこ。
おのて、ゲロウども。おい。お主、確か、忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を、叩き割って、たの、兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。
しても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまい。さもなくばこの平田屋敷が。そうよ、いねえ。賊では。あなたは若様の忍び殿。賊どもの目的は、あやつらはすでに竹林。若様の脱出もお願いです。忍び殿はこれをあなたに。どうか承知。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。おお、旦那。旦那は見たとこ、まあ何にせよよそをあさってください。ああ、どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派、きっと中にはお宝がしまわれて。あっしならそう。ねえ旦那、どっかあん、きっと中にあっしなら